皆さんこんにちは、ゆるいず IT チャンネルです。早速ですが、今回は自身の個人情報がネット上に漏洩していないかを確認してみたいと思います。メールアドレスとか電話番号、住所、ログイン ID、パスワードなど漏洩するとまずい情報っていろいろあると思うんですけど、これがどの程度ネット上に流れてしまっているのかっていうのを見ていく感じですね。今回検索に使う情報なんですけど、私が普段個人で使っているスマホの電話番号とメールアドレス、あとは仕事用の携帯番号とメールアドレス、それでよく使っているパスワードになりますね。他にも電話番号とかアカウント情報とか、いくつかあるんですけど、このあたりがサイトの会員登録でよく使ってたり、仕事で外部と連絡したりするのに使ってるんで、一番漏れている可能性が高い個人情報になりますね。個人情報の漏洩をチェックできるサイトって結構あるんですけど、今回はその中から有名どころをいくつかピックアップして試してみたいと思います。まず一つ目がハバイビンパウンドってサイトになります。会員登録の必要もなく無料で利用できるサイトになってますね。すごい爽やかでイケオジな、この人が運営してますよと。このサイトはメールアドレスと電話番号、それとパスワードのチェックができるようになってますね。とりあえずまずはメールアドレスから試してみましょう。こんな感じで検索して問題がないと、グッドニュースノーパウンドってことで、メールアドレスの漏洩はありませんでしたよと。仕事用のメールアドレスも確認してみたんですけど、こっちも問題はなかったですね。仮に情報漏洩がしていると、こんな感じでオームのパウンドってことで、過去に漏洩がありましたよってことと、漏洩元のサービスが表示されるみたいですね。これ何の情報元に判断してるんですかってことなんですけど、一応ダークウェブだったり、あとは FBI 警察などの法執行機関からの情報提供、あとはフードビーパウンドってページを見ると、過去に情報漏洩があった事件の一覧が見れるんですけど、これらの情報元にチェックをかけてるみたいですね。例えば2021年の Facebook での情報漏洩とか、2022年と2023年にあった Twitter の漏洩事件も、こんな感じで載ってますね。2025年にあったインシデントも登録されてるんで、データベースの更新頻度としては高いみたいですね。次は電話番号を検索してみましょう。で、海外のサイトなんで、プラスアーチ1での表記になりますね。結果としては電話番号も個人用仕事用ともに漏洩はしていませんでしたよと。ということで、次はパスワードを検索してみましょう。一つ目のパスワードの検索をかけたんですけど、これまでに19回使用しましたよってことが出ちゃいましたね。今入力したパスワードって、アルファベットの小文字と数字しか含めてないズルズルなやつなんで、いつもまずいだろうなと思ってたんですけど、やっぱり愛のパスワードっていうのはセキュリティ上良くないみたいですね。で、二つ目に確認したパスワードは、検索結果としては問題ありませんでしたよと。これは英数字の大文字小文字と、記号を含めたランダムなものになってるやつですね。他にもサイトのサービスとしては、メールアドレスを登録しておくことで情報漏洩が発生した場合に通知してくれるサービスとか、あとはドメイン全体を検索して通知してくれるサービスっていうのもありますね。ドメイン検索っていうのは、例えば、ペキペキアットゆるいぞ COJP っていうメールアドレスがあったとしたら、ゆるいぞ .COJP で網を張っておいて、そのドメインで漏洩があったら通知してくれるっていうサービスですね。個人っていうより企業とか団体で持っているメールアドレス向けのサービスですね。あとは API での連携っていうのもできますよと。トータルでこれだけのサービスを無償で提供してくれるんで、使う人によってはすごい有益なサイトじゃないかなと思いますね。二つ目のサイトがデハッシュドってサイトになります。サイトの大まかなサービスとしては、一つ目のハブアイビーンパウンドと同じような感じですね。過去のインシデントを参照して漏洩してるか検索しますよと。このサイトはですね、このフィールドってとこで検索対象の種類が見れるんですけど、メールアドレス、ユーザー名、IP アドレス、名前、住所、電話番号、VIN、ドメイン名ってことで検索できるカテゴリーは結構多いですよと。とりあえずさっきと同じようにメールアドレスから見てみましょう。検索結果としては、個人用仕事用とともに、過去のインシデントから漏洩はなかったみたいですね。次は電話番号を検索してみましょう。電話番号の方も、個人用仕事用ともに漏洩はしてなかったみたいですね。仮にですね、漏洩していた場合は、このインシデントで漏洩してますよっていうのが出るみたいですね。ただ、ヒドゥンってなっちゃってて、詳細を確認するには、有償のプランに登録しないと見れないですよと。3つ目がインテリジェンス X ってサイトになります。基本的なサービスは前の2つと同じような感じですね。検索対象はメールアドレス、ドメイン名、URL、IP、サイダー、ビットコイン。参照しているアーカイブはダークウェブ、ドキュメント共有のプラットフォーム、あとはフーイズ情報とか過去のインシデントらしいですね。このサイトはダークウェブを見てるみたいですね。とりあえずここはメールアドレスだけ検索してみましょう。検索結果としては個人用仕事用ともに問題はなかったですよと。ただ仕事用で使ってるメールアドレスのドメインを検索してみると、テキストファイル4個と CSV ファイル2個ってことでヒットしてるんですよね。結果としてはこんな感じで黒く塗りつぶされてるんですけど、このサイトも会員登録すると見れるようになりますよと。フーイズとか MX レコードにはもちろん載ってると思うんですけど、他のファイルはメタデータを見ると、リーク情報ってカテゴリーに分離されてるんで、ちょっとこれ大丈夫かなって感じはしますよね。CSV ファイルの中を見ると、ブワーっとたくさん書いてあるんですけど、これが何の情報の一覧なのかっていう心当たりはちょっとないですね。ということで、いくつかのサイトで検索してみましたが、皆さんの結果はどうだったでしょうか？もし漏洩していて検索に引っかかった場合は、すでにネット上に出回ってしまっているっていうことを念頭に置いて、そのまま使い続けるのか、それとも解約もしくは変更するのかっていうのを考えた方がいいかもしれないですね。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。